本日はクルアンについいててお話をさせていただきますこの「クロアン」ですが古くは日本で「コーラン」として知られてきましたが最近ではアラビア語の言音に近い「クロアン」という呼び名が通りつつあります。この「クルアン」をアラビア語という観点から見た場合「カ・ラ・ア」つまり「カーフ・ラ・ハムザ」という3つの文字から成り立っているその3つの語根から 派生した語ですそもそもこの3つの文字の中にはどのような意味が含まれているかというと読むという意味が含まれていますそこから派生したクロアーンという語はそもそも読まれるものという意味がありますイスラムにおいてクロアーンとはアンナーから預言者モハンマドに下された啓示でありその読書自体が崇拝行為となるようなもののことです ムスリムたちはこのクロアンをアンラーのお言葉そのものと信じそしてイスラムの教えの第一の源泉とみなしていますこれ以前にもモーセやイエスキリストなど経典を授かったメッセンジャーはたくさんいたと言われていますがしかしムスリムたちは預言者モハンマドに授けられたこのクロアンが最後の経典でありそしてこれ以降いかなる改変も被ることがないと信じています 誰も改ざんすることができず、誰も模倣することができないのは、クルアンの奇跡性を表す一つの印です。クルアンにはまたさまざまな別名があります。例えば、書、光、導き、訓説、癒しといった別名です。クルアンの原本は天の最上階にある、イスラムの教えにおいてこの世で起きるすべての物事が書き記された、 守られし非番というものの中にありましたそれがある時に天の最上階から天の最下層まで降りてきましたそして今から約1450年前に預言者モハンマドという人に約23年間にわたって断片的に下されたアンナーの啓示それがクロアンです預言者モハンマドはこのクロアンをどのように受け取っていたのでしょうか 多くの場合は大天使ジブリールつまりガブレエルを介してクロアンが預言者モハンマドに授けられたと言われていますしかし時にはアンランの言葉が直接モハンマドの心の中に投げ入れられる時があったようですそしてそのような時は預言者モハンマドは大変な苦しみを味わったと言われています極寒の中でも額に汗を浮かばせるほどであったということが伝えられています アアはクルアンの第十二章二節目でこのようにおっしゃっています。つまり、本当に我らはそれをアラビア語のクルアンとして下した。あなた方がそれを理解するようにであるとおっしゃっています。このようにクルアンはアラビア語で下されました。アラビア語以外に翻訳されたクルアンはクルアンとは見なされません。 一つの解釈書とみなされるだけです。最後の掲示にアラビア語が選ばれたのには、様々な理由があると言われています。例えば、語や音の豊かさ、拡張高い響き、クロアの中で、ビリサーニンアラビインモビーン、明瞭なアラビア語と言われているように、緻密な説明をするときに適した文法体系などです。また、アラブ民族は言語能力や、 暗記力に秀でた民族で、特にイスラム初期においては、クルアンをはじめとしたイスラムの教えの伝達や保存に大変な貢献をしたと言われています。クルアンは書である前に言葉です。言葉というものは、音や文字を用いて情報を誰かに伝えるツールです。私たちは、ある言葉の価値を推し量るときに、誰が、誰に、いつ、どんな、なぜ。 という5つのポイントを基準にすると、その価値が分かりやすくなります。クロアンとは、この世の創造主であるアッラーが、全人類に向けて、今から約1450年前に、誰にも真似できないような美しいアラビア語で、人類の導きのために掲示した言葉です。クロアンは、今挙げたポイントの他にも、その影響力、その影響が及んだ、 範囲の広さその意味内容そしてそのオリジナリティといった観点などからも紛れもなく人類史上最も重要な言葉の一つであるということができます。